で、砂とかって、吉野がこうやってガッツポーズがなんか親みたいすげー寒くてさこうしとけばよかったビッグバースそうだから2人でフローとかさ、サウナとか一緒になるとはい、みなさんこんにちは、高橋久典です。はい、ということですね、今日やっとこの久ちゃんにですね、高橋由伸さんがやってまいりました。イエーイ、よろしくお願いします。やっとだね、やっとだ、やっと声かけるタイミングがいつなのかっていうのがやっぱね、なんかかけづらいんだよ、由伸、お前監督やっちゃうから。監督やると存在が上に行くじゃん。だからなんかいいのかなって、 YouTube とかいいのこれみたいなとこになっちゃうから、それでなんか 今までこう伸びちゃったみたいな。そう、そんなことない。上原なんか監督選手なんてすぐ来た、すぐさすがだな、お前もええやろみたいな当時のまあ誕生日1日違いの同級生ということなんですけども、改めて久典さんから見た由伸さんというのはどういう方ですか？全てを持ってますよ、これね。多分吉野美の耳届いてるかどうかわかんないけど、もう9拍子揃ってるって言われてた。聞いたよ、そんなの。本当に。それで、総講師でしょ、はい、G 綺麗、学歴、金持ってる、嫁さん綺麗、子供可愛い、かっこいいな、これ。俺にはないもの全てあるんですよ。嫁ぐらいかな。子供って嫁ぐらいかな。もういや、本当ね、それぐらいなんか全てが揃ってて、でね、監督にもなって、それぐらい、もう吉野美って全てをなんか もう全てがなんかあるっていう。感じですよ。もう興奮してね、なんかもう言えなくなっちゃう、本当に。改めて、由伸さんから言って、まあ、同級生の久典さんというのはどのような存在ですか？学生時代からね、知ってはいたんだけど、そんなに深くはないじゃないですか。うん、でも、入ってくると、まずは東芝か、硬いやつが入ってくるかなって思ったら全然でしょ。いやいやいや、硬いじゃん、もう苦しいぐらいでしょう。全然硬くないいやいや、そんなことない。ちゃんとしてるとこはちゃんと挨拶だったり、そういうとこはちゃんとしてる。まあ、だからやっぱりそういう環境で育ってきてるから、その言っていいとことダメなところすごい分かってるよね。うん、あまあね、あちゃんと見てるでしょ、人を。そう、これはやばいってところを知らないやつがやっぱとことんね超えちゃうんだよね、一斉に。そうそうなるともうややこしくて、そう、面倒くさいんだよね。だ、先輩とかになんだあいつはって、まあ、そのなんて言うんだろうな、さじ加減がうまいから。まあだからこうやってのんきにね、のんきじゃん。のんきではないけど。軽くいけるんだろうね。のんきではないけど。でも監督だからね、ジャイアンツの監督ですから、僕らなんかやっぱり監督の像って、ね、それこそ原さんだったり、長嶋さんだったりっていうところがあるから、そこに由伸が、なんか同じね、土俵に立ったっていうところすごいなと思って。で、僕と由伸、実は一緒の年に引退してるんですよ。うん、で、僕が最後、吉野部監督になった時にもう一回やらせてくれっつって、サイドスローにして肘下げて来るんじゃねえかってずっと待ってたらしいんですよ。でも、もう横やったらまだいけんじゃないのか。体まだね、元気だったんで、あの時。そう、なんかそんなこと言ってて、いや、あの時思えば吉野部まだやると思ってたから、あの現役をね、うん、だから監督になるって分かってたら多分もう下げまくって言ってたかもしれないですよ。もう引退するって言っちゃったからね、 あれでしたけど、吉野部辞めるってなって監督になるってなった時にはもうそうなってたかもしれないですよね。はい、だから久典引退試合の時ね、うん、そうだよ、いたよね、うん、だから久典引退試合の時ね、うん、そうだよ、いたよね、うん、久が一人投げるって言うから、うん、俺って言われたんだけど、まあね、それはちょっとなんかいろんな事情があって叶わなかったんだけど、うんうん、1イニング投げるさせてもらえると思ったら5位が確定してないから、5位確定5位確定してないからワンアウトだけだって言われて、うん、でワンアウト取ったと思ったらエラーで終わるっていうね。まあ、そうだった、ダメだったんだ。立岡がショートゴロ打って、ショート倉本がピュッて投げたら、それが小判でエラーになったな、うん、うわ、これでエラーで1点取られて自責点ゼロで負けついたらめっちゃダセーなと思いながら試合を見てたわけですよ。締まりない終わり。そんなね、こともあったんですよ。はい、久典さんと、まあ、吉野さんも、まあ、同級生ということで、その今上原さん含め3人とも同級生だと思うんですけども、うん、まあ、お二人から見て上原浩二さんというのはどんな存在なのか。意志の強さっていうのは、まあ、プロ野球に入ってきてからもそうだし、メジャーに行ってもね、うん、まあ、ね、やれたっていう一番の、ね、要因だと思うよね、うん、まあ、めちゃくちゃ負けず嫌いだから。本当、うん、負けず嫌い、本当に、うん、あのね、幼稚園生ぐらいみたいな。本当、たまにそういう時あるよね。うん、だからなんかね、一回ね、ちょっとね、うわ、こいつ本当負けすぎるなと思ったのは、うん、3年目で、月間 MVP 取ったのよ。うん、
そしたら、お前認めねえかなみたいなこと言われて、いや別に認めなくても俺月間 MVP 取ったしみたいな感じになる。やっぱでもね、そこはやっぱり負けたくないんだよね。誰でもこう負けたくないっていうね、まあすごいある感じ。それはすごい、うん、だから当然来たのは僕もね、そのまあそういうぐらいの気持ちがないと勝ち残れないというの世界なんだけど、うん、そこまでこだわるぐらいの負けず嫌い、うん、もっと上行ってるよね。まあブレイク選手ね、大体負けず嫌いの人多いですけど、それのね、3階段上ぐらい行ってんじゃない。それぐらいでやっぱり、まあ吉野もね、スーパースターとしてやっぱり入って、次の年に入って絶対吉野に負けなくないっていう気持ちあったと思うね。で、僕もやっぱり多少あったんですよ。やっぱ上原も入ってね、その前吉野部で、この2人 により目立つのどうしたらいいんだっていうような感じで、うん、だからなんかキャンプ中とかも、もう俺が前に出て誰も知らないのに、はい、上原由伸撮りまーすとか言いながら、こんなだって誘導したことがあった。それもなんかね、キャンプ中やって、まあ、そんなこともしないと、やっぱこの2人が前に出ちゃったら、多分俺なんてもう存在感なくなっちゃうんですよ。素晴らしい、いい2人を見てたから、俺も頑張ろうと思ったことがあるかもしれないですね。監督と上原だって、同級生が選手だったわけじゃん。あの時の微妙な、あの何、監督と選手のあれ、どうだったの。いや、まあ、ちゃんとあれだよ、選手っていう感じだけど、でも、うん、グラウンドの中ではあんまりピッチャーってあいつキャンプ中に来てないから、うん、シーズン直前に決まったから、ね、ね、あんまりね、グラウンドで一緒になる、練習中一緒になるってことがね、そんななかったんだよ、うん、だからそこは上も中途半端になるのが嫌だったから、ね、うんうん、だからあんまり人前では来なかった、うん、じゃあでも話すときは監督で敬語なの。公の場っていうのかな、ちゃんと選手と監督として話さなくちゃいけないとか、うんうん、あとは誰かが見てるとか、うんうん、っていうのは当然監督と選手。ただ2人で、うん、フローとかさ、サウナとかで一緒になると、うん、おい。さすがだね、やっぱさすが上原だね。あいつが打たれた時とか、すいませんっていうのかな、ごめんっつって。いいよお前、一生懸命投げてるの分かるから、ね。でも、一生懸命投げても140キロ出なかったでしょ。あのね、途中まではね、バレなかったんだけど、うん、バレた。あれ、球来てねえぞって。吉野さん、まあ、同級生の久典さんだったり、上原の3人含めて、一番印象深い思い出に残っていることなの。試合で言うと、福岡の試合かな。ああ、俺もあれはね、一番印象残ってるね。うん、あれ北が先発して、うん、決勝ホームラン打って、うん、で、あいつがセーブだった。遅くやる。なんか3人で、まあ、3人で勝ったわけじゃないんだけど、うんうん、試合としたら一番思い出残ってるのかな、うん、3人で。そうだね。あれはね、俺もね、いつも言う。同級生の何、3人の試合の中で一番いい試合なんですかって言われたら、絶対その試合出すね。うん、あれもあった。上は関係ないんだけど、レイサムが投げたんだっけ。あ、ね、そう。京さんからホームラン打って、レイサムが投げて、そうそうそう、俺幹部ペースで行って、レイサム事件で、レイサムがね、あ、ワールドカウント間違えて投げちゃったんですよ。それ1点取られちゃったんですよね。で、吉野はね、ホームラン打って、そう、決勝ホームランかな。そう、そう、で、2-1勝ったね。そう、で、次の日、京さんとね、来たの、お前らよかったなんて言うんだけど、俺ねえだろ。俺はそう、あの時ね、完封で監督賞出てたんだけど、あの時なんか、まあ完封に近いっつって、原さんが、うん、監督賞だって。キムさんも。うん、キムさん。俺もね。俺はね。一番必死だった。俺決勝ホームラン。開幕の卒業ホームランの話とか。三浦さんからね。由伸、一番になったの。あの年だよね。うん、バーンっていきなり打って、おー、打ったーって、その後こうやって、吉野がこうやって、ガッツポーズがなんか、親指が。すげえ寒くてさ、手がかじかんでたんだよ。確かにね。そう、こうなっちゃったもんね。こうなったもんね。こうしてこいよかったね。ビッグボスって。やっぱね、4月僕2日生まれで、吉野と上原は4月3日なんですよ。で、やっぱ3日生まれに生まれないとダメだなっていうのはそこで分かったんですよ。2日はダメ。どういうことですか。わかんない、2日いい人いるかもしれない。いるかもしれない。3日もさ、金持ってたんでしょ。沢村もそうじゃん。沢村はまあまあまあ、そしたら微妙な顔じゃん。まあまあ、一応メジャーリーガーだし。メジャーリーガーだもんね。俺よりも選手なんだ。うんうん。俺がなんか、張り切りすぎてもいけないんじゃないかなとは思う。誰がどうなっていくのかって、ある程度見立ても立てなくちゃいけないんでね。その中で、まあ岡本っていうのは1年やった中で、足なんてほんとゾウさんみたいな足してるもんね。すごいよね。